日本のデジタル公衆電話機、DMC-8A 公衆電話とは、不特定多数が利用できる公共の電話機である。公衆電話は通話サービスを提供するシステムの一、携帯であり、公共性が高いサービスとして存在している。公衆電話の言葉の意味が示す範囲は、電話機端末だけでなく、サービスも含めたものであることが多い。基本的には誰でも、 利用の都度料金を支払えば使用可能であるが場所により制約が伴うこともある。管理者がそれを決定することになるが機械的故障による制約はこの限りではない。電話事業が始まった当初は電話機自体が非常に高価で一般民衆の手の届くものではなかった。そのため電話を必要としている人が使えるための電話機の設置が行われるようになり、これが 公衆電話の起源だとされている。19世紀に欧州で設置され、その後北米、アジアでも設置された。20世紀半ば過ぎには世界中のほとんどの国に設置されたが、21世紀に入ると携帯電話の普及の影響を受け減少傾向にある。アメリカ合衆国の例では、1999年に存在した200万台の公衆電話は、 2018年には10万台に減少したが、都市部や電波の届かない地域では依然として需要がある。公衆電話の歴史を参照、日本の公衆電話を参照公衆電話の設置者、また運営者は国によって異なるが、多くの国では電話事業は国営であるため、設置、運営ともに国が行っている場合が多い。また、電話事業が 民間主導で行われている国では公衆電話は民間企業によって設置運営されている。先進国に続き近年東アジアなど経済が向上している国家でも電話事業を民営化させている。国営の公衆電話は収益より公共性を重視するため財力がある国では公衆電話は非常に多く設置されている。しかし財力がない国や 民間企業が運営している公衆電話は収益に敏感であるため人が多く利用し収益が見込まれる場所にのみ設置される場合が多い21世紀に入ってからは携帯電話の普及もあり収益が見込めなくなると公衆電話を廃止する傾向にある公共性の高さという点から利便性が考慮されることが重要なため人の往来が多い場所や必要性が高い場所へ 設置されることが一般的である。例として、街頭、商店、コンビニエンスストア等の店頭や、店舗内、鉄道駅、空港の旅客ターミナル、バスターミナルなどの、交通拠点や、公共施設、ホテル、1 0一部では、個人で引いた一般回線を不特定多数に開放する場合もある。公衆電話は屋外であれば単に屋根の下に設置されたり、電話ボックスと呼ばれる。 専用の箱型居住空間内に設置される。屋内では何の変哲もなく壁際に置かれることが多い。公衆電話に用いられる端末は一般的な電話が用いられることは稀で、大半は公衆電話専用として設計された電話機が用いられる。公衆電話向けの電話の最大の特徴としては料金の徴収システムが備え付けられており、 現金もしくはテレホンカード等、それに準ずる対価によって料金を投入しないと通話できないようになっている。一方で、多くの国では緊急通報用の専用システムが備わっており、ここへ電話する場合は、効果の投入が不要となっている場合がある。また不特定多数が利用するという観点から、ボタンも押しやすいように大きめの大きさになっている。現在では、 多くがボタン式であるが、かつての公衆電話といえば、ダイヤル式のタイプが主流であった。なお、現在でも古いタイプの公衆電話の多い、旧東側諸国や東南アジアなどでは、プッシュ式よりもダイヤル式の方が多い。例外として、途上国などでは、電話機に料金徴収の機能がなく、人手により料金の徴収を行うものもある。これは、 料金徴収ができる電話機の設置、星コストよりも人件費の方が安いこと、治安上無人の公衆電話の設置が難しいこと、そもそもこれらの国の通貨に対応した効果、紙幣の識別装置が生産されていないことが理由と考えられる。電話機は商店の店頭などに置かれ、店員が料金の徴収をすることが多いが、大都市では専門の電話屋がいることもある。 通話料金が電話機または店内に表示されることもあるが通話後にオペレーターが料金を伝えたり交渉で料金を決めるものもある近年では携帯電話を使用した電話屋も存在する公衆電話は単に近距離通話のみができる電話専用タイプが主流であるが国際電話も可能であるものインターネット接続が可能であるものなど様々である 多くは効果を投入することで一定時間通話が可能なものであるが磁気カードや IC カードを用いて料金の徴収が行われるケースもある。国際通話が可能な公衆電話が多く設置される国は国土が小さく周辺国との貿易が盛んな国であることが多い。ありがとうございます。